えー、寝ても覚めても、アセンション、アセンションの信です。<laughs> うでも、えー、心の中はふにゃふにゃです。<laughs> 僕は適当なんだな。ぼ、僕はおにぎりがあればそれだけでいいんだな。ぼ、僕は好きな絵が描けるだけで幸せなんだな。 たまらねえなあ裸の大将。ねえ。うん。ちょっとあれなんだよ、彼、あのー、自閉、まで言う自閉症というかね、発達障害っていうかさ、うん。山下清さん。そういうえ役をやってるんだけどさ、実際にいたらしいよ、そういう人。うん。ね。で、もうここ、ね、喧嘩がある、ね、争いがあるところに自分はそこにいるとね、突然いなくなっちゃうんだから、消えちゃうんだよ。 僕はこんなところにいられないんだなっ。つって <laughs>。ど、どこにいるのっのつったらね、なんかね、野原散歩してたりね、う、海辺を歩いてね、なんかのんびりしてね、適当に過ごして。<laughs> これがアセンションした星の生き方だよ、うん。うん、みんな全員自由。全員自由だけど、すべて自分、自分中心。うん。ね。そ、あ、何自分軸。うん。で、それも、 高波動、ね。常にありがとう、ありがとう、感謝してます。そういうふうな心の状態がずっと満たされてる人のことだよ。うん。わかった <laughs>、うん、えっ、ー、と、さっきの動画の続きね。うん。えっ、ー、と、今日これから、えっ、ー、と、神様とお話をするっていう女性とこれからインタビュー動画を撮る。えー、12時30分から、えー、千葉県鎌ケ谷市、 阿波のコミュニティセンターの2階和室でやることになりました。12時30分から3時間お部屋を借りました。ねえー、参加は自由です。よかったらあのあの見に来てください。そしてあの収録の合間ねあの、いろいろと質問してくださったり、直接その方にいろんなことを聞いてみたりしてください。で、多分明日にはこの YouTube がね、アップできますんで、 その時には名前も、本人の一番いい言葉で公開、公表されると思いますので、交互期待です。交互期待。ね。うん。と、え、ということです。え、それから、え、今度はですね、え、名古屋。うん。え、あんなごめん、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 ごめん。神戸、神戸。うん。えっ、ー、と、神戸で、9月にお話し会をしてくださる方がいます。あ、主催してくださる方がいます。神戸で、僕が、 神戸に行ってお話し会をするんだ。ごめんね。うん。その時の、えー、主催をしてくださる方がいるんです。うん。えー、この人はもう名前がオープンになってるからいいのかな。幸子さんっていう女性です。よ40代。えー、まだ全、えー、40なったかならないかぐらい。うん。ね。この人も完全にチャクラが開いた。覚醒して、ね、消化体がバーンって開いちゃって、神様がバンバン降りてくる。バンバン。 どんどん神様がお話、話してくるっていう。うん。で、初めて会ったのが1ヶ月ぐらい前。で、その時にはもう、全く、こういったことを僕に一言も言わなかったのに、こっそりと、橋本さんって、実は私って昔からこそなんか変な子でねって言うから、すごいねっていうところから始まって、それをぜひね、今度はね、いい方向に使っていこう。その、そのエネルギーを、これからは、 ね、世のため、人のために全部使っていこうよって言ってから、もう突然のごとく大変身。うん。そして、もうそれ以来、どんどん神様からのお話が降りてきて、降りてきてって。だから主催をしていただくんだけど、神戸のお話会ね。だけど、えぜひ自分の体験談ね、語ってねって。うん。体験ほどこんなすごいことはないよっていうことで話してもらってます。はい、まあそんなことがあります。 他にもいるんです。また、あの、紹介していきますからね。うん。だから、これからますます、ハッシーの動画は、よう、注目だよ。注目。アセンションするってどういうことか。具体的にどんなことが起きるのか。これを皆さんに、ちゃんとお見せしていくよ。<laughs> 最高。うん。ね。ということで、お知らせでした。それから次ね、えー、っと、9月のお話し会で、 また新たに決まったものがあります。うんえー、9月の、えー、と7日8日。9月7日8日、うんえー。ここは木金だね、えー。ここでまた、えー、川口湖の一泊ツアーやります。で川口湖は何か。えー、要は、えー、体の浄化です、うんえー。とにかく3次元ボディから5次元ボディに行くための具体的に えー、体のケアをする。それが一つが、この花、高速炉。ね、米ぬかを使った高速炉。そして、えー、それに伴って、一日ゆっくりしますんで、えー、僕のお話から。うん。それから、えー、翌日は、あ、この、両方だ。えー、っと、7、8、両方の、昼間の時間帯が、チャタニカっていうところに行きます。チャタニカ。ここは、えー、表向きはリラクゼーションルームです。表向きは、 だけど、えー、YouTube ではね、大々的にね、言えない、まだ。うん。だけれども、完全に5次元ボディに体を変えていくための、ちょっとすごい体験をする、うー、なんだろう、企画を作りました。ただね、これは動画では言えない。うん。えー、あくまでも参加を希望したい、とてもこのことが気になるっていう人に、ちょっと個別に、 事前にこういうことをやりますっていうことを伝える。そういうふうな話です。で、えー、っと、もう人数限られてて、えー、っと、両日とも、えー、そのチャタニカさんに行けるのは最大で10人。うん。最大で。うん。えー、っと、この花酵素風呂の宿泊に関しては最大20人。20人です。で、えー、っと、昼間が、えー、チャタニカさん。 そして、4時ぐらいに、この花高層風呂樹海の館に移動して、そこで橋本のお話会。これは完全な5次元の話、UFO の話、宇宙人の話、この世とあの世の話、アセンションしたらどう,どうしたらできるかとか、下脱って何だろうとか。 それに伴ってなんで今こうやってね、トラさんは世界的に逃げはしてるんだろうね。石屋さんってどうしてこんなこと今までやってきたの全部、全部これね、あの、別々なようだけど全部がね、あの、なんだろう。くっついてんの。全部がセットなの。で、こういった話も全部していく。うん。ね。もうとにかく内容盛りだくさんです。で、えっと、僕が初めて、えー、プレアデス星っていうね、星。 そして、プレアで聖人という方のメッセージ、それから UFO、これを具体的にどんなものか、それからアセンションした星はどういう生活をしてるか、それはこのこの花酵素風呂に今から20年前にずっと僕1年半毎月通ったんですけど、そこでしっかりと教わってきたんです。で、それが今ようやく今度自分が皆さんにこの法則を伝える側になった、なって、 そしてまたあの、聖地に自分が戻る。で、そこでお話し会をするということになってます。えー、何かね、やっぱ全てがつながってるっていうことなんです。えー、ご興味のある人は、えー、橋本の個人ラインにどんどん問い合わせください。よろしくお願いします。えー、なおね、あの、これ、また、これお願いです。もう僕は YouTube から1円もお金をいただいてません。えー、もうバンされまくってるんで、お金がもらえない。うん。 どっちかというと目をつけられている一人です。えー、ですからすべてボランティア。うん。で、えっ、ー、と、あの、仕事もまだすべて辞められないから、サラリーマンでタクシーの運転手をやってます。で、そのあか合間でね、こうやって真実系の、あの、お話を、えー、動画上げたりお話し会を積極的にやってますが、えー、今回、えー、9月の7日から、 10月の9日まで1ヶ月間、仕事を一切やめて、えー、全国にお話し会で回るわけです。で、その時に、えー、またね、あのー、えー、なんていうかな、要望があれば、その1ヶ月を2ヶ月に伸ばそうとかも、そういうことも実は考えてます。ただ、すべて僕、ボランティアでやってるから、えー、もしね、あの応援してくださる方がいたら、愛の感謝箱っていうのが、えー え、概要欄にありますのでね、ぜひご協力いただきたいなというふうに思います。えー、こんな橋本さらけ出してます。全部さらけ出してます。けれども、僕は一人でも多くの人が本当に神様と直接つながっていただく。そのために僕は、えー、お話をして回る。そして、えー、それができるためのワーク。ね、どういうふうにやったらいいか。こういったことも具体的に、あの、やってっておりますのでね、どうか、えー、皆さん、ぜひ応援してってください。 よろしくお願いします。もう、なんていうかな。この、今、日本に必要な宝物の一人。これが、なんとなんと、この、ハッシーなんだな。ははははは。